皆さんおはようございます。プロップです。ドンオブマン第39回目をやっていきたいと思います。前回、防衛施設ができたんですけど、だいぶできてきてるところですね。でやっていきたいと思います。でだいぶ屠殺してますね。これ馬かな。馬ですね。まだ家畜化する技術がないのかな。よいしょ。屠殺？ああ、そっか。豚は屠殺してる。水飲んでますね。逃げられたっぽいかな。イノシシか。これはもうできたのかな。まだできてないか。かなり借りましたね。ちょっと進めます。制度ができてきてますね。結構制度ができてる。聖堂ができてる。聖堂の槍。ナイフ。よいしょ。どうだろう。まだ馬の処理持ってないですね。あ、秋になった。ということはもうしない方がいい。
あー肉取れなかった。ナイフできてきてる。この釜かな、青銅の釜とかって効率いいのかな、よくわからないけど。どうだろうな、戦うことも考えて槍とか作っておきますか。あと伐採ですね。商人到着。手数料高っ。これなんだ、ロバ。なんだミス。ああ運送用か。ロバはいるんだよな、意外と。一回伐採できるのかな、育てたけど。あ、一応伐採できるって関係なんだ。あれ俺が置いた旗が分からない。いや、そのうち分かるだろう。これか、一つだけ。どうでもよくないんだけど、ストーンサークル作りかけてて作ってない気がする。この辺は石か。巨石どっかにあったよな。どうだったっけな。これとかか、巨石。これも巨石だね。あ、なくなってる。あとは防衛施設さ、これでどうだろう。こう繋がってるはずだろうと。これは何作ってる。支え石場か。よし、
ちやられるとあれだから、致命的だから。よし、冬？ああ、間に合ったってことか。ってことは、釜を？そうだな。青銅の釜をもっと増やすか。伐採だな。よいしょ。これでどんなもんだ。忙しくしていい。微妙だな、ここ切り開いてもそんなことはないか。守りながら攻めれるか。やってみるか。なんか警告みたいなところですよね、これ。これでどうだろう。作業量そのものが落ちてる。ここの木もいらんか。伐採と思ったら伐採できない。皆さんお祈りだけでストーンエイジは誰も行かないっていう。
伐採しなかったらストーンサークル完成を死んだら言ってもさ、そんなことはないと思うんだけどな。輸送の準備、あ、輸送の準備してないからか。よいしょ、商人到着。手数料低い。植えちゃうとこれ切れないですね。そういうことですね。これは切れない。そんなほど忙しい。仕事は結局終わってない。だいぶ気分かれましたけどね。誰も運んでこない。巨石こっちに。資源待機か。あ、知識ポイント10溜まった。複合弓です。複合弓ってどこですか。コンジット号のロックを解除します。なんか強そうっすね。これか。合成、おー強え。アモン、イントアモン、どっち。あー、どっちの。おー、結構量産できるよ気がする。じゃあ量産しましょう。新しい順に3、4、人って増えてってる。
そろそろ終わりますね。よいしょ、終わったな。種まき終了。工房ってこれ一人でしか働けないんですかね。あ、置けた。置けるようになった。本当はこっちで守りたいですよね。ギリギリに立てるとこういう弊害が起こるんだ。見張りたい。よし、何か借りに出すか。いいのか南がいいのか。牛か。ここもいるな。そこそこ。蒸して、あ、そろそろいい時間になってきました。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。